はい、どうもこんにちは。この動画が2022年1本目の動画になるかどうかちょっとわかんないんですけど、今日は1月2日新潟県に来ています。来ていますってね、今着いたばっかです。今日の朝3時に千葉を出発して、現在9時前ですね。幾度の渋滞にはまりながらようやく、で今もまた渋滞にはまっています。何の渋滞かっていうと、スキー場に入る渋滞ですね。前からバスが来ててね、どうにもなんない感じ。かなりキツキツですね。キツキツ。来る間の走行中の動画とかも少し撮ってるんで、まあ、それもねちょっと見ながら、この雪一面、まあ、雪国の人はこれね雪かき大変ですよ。本当にもう運転席ぐらい、デリカで来てて、デリカって結構運転席高いんですけど、それでもね運転席ぐらいまでもう雪積もっちゃってるんで、ただラッキーなことに昨日まではね結構天気荒れてたみたいなんですけど、今日はピーカン、風もない、まだ9時だからこれから荒れるかもしれないですけど、最高の天気に恵まれたかなというところですね。すでにさっきパーキングで着替えも全部済ました。あとウェア羽織るだけなんで、もう着いたらすぐに滑ろうと。湯沢エリアで、まあ、去年も来てるんですけど、もう全然ここまで雪なかったんで、今年はすごいですね。本当にそうです。で来る途中も結構渋滞してた理由としては、あの冬用タイヤじゃないと、もうそこから先のインターは通れませんっていうところが2箇所あって、そこのなんていうんですかね、チェックですね、タイヤチェックされるんですよ、1台1台ピッピッピッと。そのせいで、ね、すごく時間かかってて、まあ、でもようやくスキー場着きました。3時に出てるんで、まあ、途中パーキングで1時間仮眠したんで6時間。しかもね不思議なんだよね、あそこのこの坂道、スキー場行く坂道で今登れない車がいるっていうのがすごい不思議。なぜ普通に4駆じゃなくても登れると思うんだけど、ロープとかあるんで引っ張ってあげたいけど、そんなことしてるとね滑る時間なくなっちゃうんで。でここあの舞子スノーリゾートっていうのかな、正式な名前は。ここが新潟のスキー場の中で自分が一番好きなんです。いくつも行ってるんですけど、なぜかってコースはそんなに広くはないんだけど、最長滑走距離っていうのが6キロ滑れるんですよ、山頂から降りてくると。その代わり山頂のゴンドラ確か15分ぐらい乗るんじゃないかな、まあ長いですけどね。ただそれも昔の記憶で話してるんで、まあでも1月2日お正月特にやることもなくフラフラと出てきて、まあいい感じ、最高のコンディションかな。映ってますよね雪。もうだって本当にもうどれぐらい、これ1メーター60ぐらい積もってんじゃないかな。またストップなんだか分かんないけど、無事スキー場着きました。6人乗りゴンドラなんですけど、ソーシャルディスタンスで一人で来た場合は一人貸し切り。なんかねすごくあの後ろで並んでる人たちの視線が痛かったです。まあでも本当にねこんな感じですね。風もなくて非常に、しかも寒くない。うん、多分滑ってると汗かくぐらいなると思います。
でいつになく本当にあの雪が新潟特有の湿った雪なんですけど、なんかいつも以上に多分降って間もないのかなっていう感じ、重くないです。ここは本当ゴンドラで山頂まで行けるんで、山頂見ますか、あそこ山頂です。山頂見えないよね、あの山の頂上、あそこ、あそこが山頂なんですよ。でずっと滑ってこれて、コース自体は広くないんです、本当に多分40メーター、30メーターぐらいしかなくて、だから大きなカービングとかはちょっと難しいんだけど、カービングとかやるんであればこの林の向こうにゲレンデがあるんで、そっちの広い方で滑った方がいいですね。こっちは長距離で、しかもパウダー林間コースとかがあるんで、まあ、そっちを滑りたい、フリーラン向けのコースなんです。昔からで昔からここのコースが好きで、新潟といえば舞子、舞子といえば林間コース長距離、まあそんな感じでずっといつも分けてこのスキー場に来てました。でおそらく舞子に来たのは多分25年ぶりぐらいかもしれないですね。いやー懐かしいけど、ちゃんとねコースとかも覚えてるんだよね、不思議です。まあ、自分今45、今年2022年で46になります。で当然ね、昔みたいに飛んだり跳ねたりっていうのはもう最小限ですよ。大自然の中を滑るっていうのが一番の醍醐味かな。しかも一人で来てる分誰にもこう気を使わない。ただね、ランチの時とかは寂しいですよ。今日も前売り券チケット買ってたんで、それにランチ券がついてたんですよね。ただランチ券すごい今日人なんで、もう駐車場とかめっちゃ混んでるんで、その中でランチ食べる勇気はないです。で、まあ、カップラーメン持ってきてるんで、あとガスバーナーとか全部持ってきてるんで、それでね休憩でコーヒー飲んだりカップラーメン食べたりしようと思ってます。まあね、本当は誰かと一緒に滑れるとね、まあ楽しいんだろうなと思うんで、ね、ただね、やっぱ日帰りで一緒に来ようって声かけらんないんでね、悪いもん、疲れるもん、車乗ってるだけで。っていうか滑ってるより車乗ってる方が長いんだから、なんでそこまでしに行くのって普通は思うと思います。じゃあこれから山頂から滑っていきます。